エド・オニールはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1946年、オハイオ州ヤングスタウンに生まれる。母親はソーシャルワーカーで、父親はトラック運転手だった。地元の高校を卒業後、フットボールで奨学金を得て、オハイオ大学へ進学。在学中は歴史学を専攻した。しかしわずか1年で、 ヤングスタウン州立大学へ編入し、ペンシルバニア州ピッツバーグに拠点を置く NFL、チームピッツバーグスティーラーズへの入団が決まるも、その後その契約は解消され、再びヤングスタウン州立大学へ戻った。その後は演劇を学ぶ傍ら、卒業後にはアースリンハイスクールで社会の教師をしていた。教師をした後は、地元劇団の舞台で俳優としての経験を積み、 シーフードレストランレッドロブスターのアメリカ国内のコマーシャルへも出演している。そして1980年にウィリアム・フリード金監督でアルパチーノ主演のクルージングで映画デビュー。それからはテレビドラマや映画へ出演して俳優として広く認知されるようになった。近年はコメディドラマのテレビシリーズモダンファミリーへの出演で知られている。 またレギュラーキャストとして出演したマリード・ウィズ・チルドレンではゴールデングローブ賞へ二度ノミネートされたほかモダン・ファミリーへの出演では他のキャストらと共に2011年から2014年までの間に全米映画俳優組合賞を受賞している。1986年に女優として活動していたキャサリン・ラスフと結婚し二人の父親になった。ありがとうございます。